何かを守ろうとしている人の賢明さも目に入らないような地位なんてこの見張り台より低いっての妨害行為により子爵の身柄を拘束見張り台にて待機補正区負傷見せろ怪我善に隠すつもりはなかったよ隠すと怒るからバカ今のあったな。すまん、断りもなく。白雪、今度お前に触れるときはちゃんと告げてからにする。そのときにお前が思うことを聞かせてくれ。聞こえてるか、白雪。じゃあ戻るか。時期暗くなるから急がないとな。あんな娘を、あんな娘を何でもないような地位に置いているなんて詐欺だな。キキ、ゼンはあの子を連れて行くぞ。うん。みんな、準備はいいか？はい、はい、手が熱い。何度も私の名を呼ぶ禅の声が熱を帯び、まだ見ぬ色の火を灯す。どうしよう白雪。ああ、王子一行を私一人で島にお連れするなんて。そんなに緊張すると持たないよ。だって白雪殿下よ、殿下。ヒハル殿、待たせてすまん。出発できるか。はい殿下。ここからユリス島にはこの峠を通って海岸通りに出るのが一番の近道かと思います。平静に、平静に、おかしく思われないように。はい、それで大丈夫かと思います。あ、白雪、キハル殿の見送りか。そう。怪我の具合はどうだ。あ、大丈夫、リュウが見てくれてる。そうか。なんかお嬢さん、取り扱いの試験終わってから変だと思いません？だよな。でも前は見た感じ普段通りなんだよ。
そこが妙ですよね。善が何か言ったかしたんでしょ。何を。知らない。おい、何集まってんだそこ。もう行くぞ。はい。ああ、俺もついて行きたかったな。まあそれはいいとして、なあお嬢さん、見張り台で主と二人きりになった時さ、ひどく叱られでもした？え？してないよ。だよね。そんなことじゃないよね。うん。ああ、私仕事の時間なのでまたね。え？と、おい。はあ、なんかやりづらいな。これ、あれからもう3日も経つんだから、なんとか落ち着けたかと思ったのに、善の顔見たら、また。お前が思うことを聞かせてくれ。今まで善に伝えてきたこととは、違う。善、私、善にどう言えばいい？鳥たちを国の連絡手段に？はい、鳥使いの代表としてキハル殿が試験を受け、結果我々の方ではすでに導入の話がまとまっています。もちろんあなた方の要望である鳥の保護指定は行います。ただ鳥と共に何人かが城へ入り、兵たちを鳥使いとして訓練していただきたいのです。そんな話が本当に？領主と衝突のあったあなた方にとって我々国の提案は受け入れがたいとは思いますが。信用に足る誠意を見せていただけますか。領主ブレッカ子爵の謝罪と承諾金1000万ディル、これを私たちは要求します。ちょっとと申しておりますが、殿下。子爵の謝罪は取り付けられるようやってみるが、1000万ディルね。どう思う、キキ？そうですね。ではこちらがその倍用意してきていたら、それだけで交渉に乗ってくれたのでしょうか。権力を金銭に変えて従わせるのであれば子爵と変わらない。あなた方が望んでいる誠意がそこにあるとは思えないが。失礼な口を聞きました、殿下。何卒よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしく頼む。王子様、王子様って本物？バカお前。おう、本物だ。すっげー、王子様すっげー。ねえねえ、お城ってどんなとこですか？いつ帰るんですか？君たち、王子への謁見は一人ずつだ。本格的ってなんだ。見事に探ってると見抜かれてしまったな。貴族や王族なんて皆同じようなものだと思っていたが、どうやら子爵とは全く違う人柄のようだ。うん。散歩ですか、殿下？ご一緒しても？今その喋り方やめろ。あいや。キキは？誘ったけど任された。任された？善、白雪と何かあったか？あったろ。キスをした、俺から。本当にか？夢で見たとかじゃなくてか？そんな夢見るか！それで、白雪は？ああ、白雪は、何も言ってなかったな。何も？反応なしか？驚いた顔して赤くなってた。
あの子が？なんだよ、夢でも幻覚でもないからな。赤くなって、はあ、白雪を思う感情はもう俺の中にずっとあったよ。それが白雪に触れて焼き付いた。クラリネスの王子として告げようと思う。ゼン、あの子はきっと、いや、なんだよ。俺がお前に仕えてるのはただクラリネスの前王子に従ってるってわけじゃないぞ。知ってるよ。リコの身行ってきました。じゃあすりつぶしてルードラの葉は測ってあるから。はい。何してんのお嬢さんたち。あ、薬膳茶の調合、薬室長が徹夜続きで体力の限界なんだ。そのせいで機嫌も悪くて。でも美味しいお茶を飲めば穏やかになるから。薬室長は作るの？紅茶とかじゃなく。そこは薬室だから薬膳茶にするよ。逃げずっぺ。ジュリアの花と氷砂糖を溶かしたら。それじゃあ薬効が半減するよ。もっと効能の近い種類を混ぜなきゃ。ロカは？うん、香りが似てるし、あれ甘いんでしょ。お湯に溶いたことはなかったけど。仕事しなきゃ。少しは寝られた？薬室長、ロカチャです。どうぞ。ロカチャ、いい香り、おいしい。これ子供用の炎症止めを溶かすのに使えるわね。薬の苦味を和らげるのにちょうどいい甘さだわ。なるほど、薬が苦手な子は多いんだっけ。それにしてもロカ茶なんてよく思いついたわね。帯の考えなんです。そういえば白雪くんと一緒にロカ園に行っていたものね。いや、全然素人の思いつきですよ。白雪くんと竜だけじゃこのロカ茶はできなかったかもしれないわ。影響し合える意味のある関係なのね。自分の世界が広くなるものは大事にしなさい、諸君。白雪さん、それ終わったら上がっていいよ。え、もうですか？うん、今日の分はもう超えてるし。でもあの、何かに集中してないと大変というか。何が？え、な、何かが。白雪さん、もしかして何か悩んでるんだったら。紙に書くといいよ。心配をかけてしまった。ダメだ、いつまでもこのままの状態じゃ。ちゃんと一人で考える時間を。森？行きたいの？うん、できれば。訓練とかで使ってなきゃ入っていいはずだから、送ろうか。敷地内って言っても遠いんだよね。全然喋らなくなった。
たち、お早いお帰りで。いや、予定通りだ。お前らこそどうした？こんなところまで出て。白雪？ちょっとお嬢さん、何隠れてんの？なんかとっさにびっくりして。はい？よし、お嬢さん逃げろ。は？え？いいから早く森まで走れ。なんだ？逃げちゃいましたね。お前が言ったんだろ。俺が？やだな。あんたがそうさせたんでしょ、主。光秀、キキ、オビ、行ってくる。城で待て。はい、前殿下。しっかりしろよ、お嬢さん。どうしよう。思わず走ってしまった。なんて意味のない行動を。白雪！白雪、待てって！私今、善に合わす顔がなくて。白雪、追いかけないからお前も止まってくれ。ごめん。なんで謝るんだよ。それに合わす顔がないのは、普通なら俺の方だと思うんだが。え？いや、あのことはびっくりしたけど。次の時にお前が思うことを聞かせてくれって言った方か。お前と初めて会ったのも森だったな。白雪、少しここで一緒にいようか。うん。そうだ、取り扱いの件だ。話まとまったぞ。本当？よかった。これから部隊編成があるから、キハル殿も近いうちに城に入ることになるだろうな。そこが一番気持ちのいい風が吹き抜ける。善はこの森よく来るの？ん？まあ、昔は息抜きにな。ただ馬上訓練やらで出入りしているうちに、いて落ち着く場所でもなくなったからな。今はそう来ない。外の森の方がいい。そっか。今はお前がいるから別だけどな。それだけでいい。いい音だ。知ってしまった。善に会って一緒にいる中で、ずっと途切れなかった善に向かう気持ちの中に、まだ見つけていない感情があった。望んでいるよ、白雪。俺の持つ王族の称号は、お前を守るものではないのかもしれない。お前が俺にくれるものをどれだけ返せるかわからないが、それでも俺はお前とこの先共にありたい。そばにいてほしいと願っている。お前との出会いにかけて、互いの望みを俺自身が守り抜く。そのためにお前に力を貸してほしいというのはおかしな話かもしれないが、
お前は確かに俺に強さをくれる。だからこの手を取ってもらえないか、白雪。昔から思ってたことがある。自分の地位は時に人を縛るのだと知ってから考えずにはいられなかったなあ、光秀。はい。もしいつか俺にも誰か心に思う相手が見つかったとしてさ、共にやりたいと望んで相手がそれに応えてくれたとき、それが心からの返事だと、逆らえないから出た答えではないと俺は信じられると思うか。相手が自分を必要としてくれていると信じてしまえるほどの相手に出会えると思うか。ありがとう、白雪。私の名を呼ぶ禅の声が熱を帯び胸に火を灯す。白雪の瞳が優しく揺れ胸に火を灯す。この先きっと何度でも何度でもこの日のぬくもりが、この日の記憶が勇気をくれる。頑張ろうな、俺たちもいるからさ。さあ来るぞ、今日一番の盛り上がり。